ナミさんお疲れ様です。今回もねブログについての動画ありがとうございます。ちょうど7月になりまして、まあいよいよね私の方からも不労所得シリーズということでね、まあ不労所得ではないんですよ。 99% の不労所得です。こちらの方をまずはブログを皮切りにスタートしていきたいと思うんですね。で、私が10年前にね、一番最初に大きな売り上げを、まあ上げた、1億円売ったっていうのは、売り上げを作ったっていうのは、ブログの量産によるアフィリエイト収入なんですよね。これ今まで何回もお話ししてきましたけども、1万4000個のブログを自分で作ったんですよ。ペラページって言って、当時はね、ブログのコンテンツ、エントリーをたくさん作って、その中で回遊させるっていう、その、視聴者さんがね、いつまで自分のブログにいてくれるだろうか、そしてリンク先がまた自分のブログの別のページっていうものをどんどん返して、どこかでアフィリエイトを決めるっていうスタイルから、ペラページって言ってそのブログがトップページだけ、そして400字ぐらい書いて最後にアフィリエイトリンクみたいなねパターンに変わっていった時だったんですよね。で、それで私がねそのペラページを1万数千個作って売り上げたらどうかなと思ったら、だいたいね、300とか400個ぐらいで売り上げが立ち始めて、最初の1ヶ月、2ヶ月は収入が全然なかったんですけど、3ヶ月目に3000円ぐらいかな。それから、半年後ぐらいにはもう60万ぐらいになったかなっていうところなんですけど、ちょっとうろ覚えですけどね、その時の、動画が結構あったと思うんですよ。それをね、どっか引っ張り出してきて、そのうち紹介しようと思うんですけども、確かね、作り始めたブログで最短で1万円が生まれたのが30日後とか、あんなやつもあったような気がするんですよね。まあ2つのパターンの動画を記録して残ってますので、それが参考になるかもしれませんけども。でもどちらにしてもブログの量産するためには、キーワードを自分で選んで、そのキーワードがちゃんと当たるかどうかをブログの文章を作成した後に、やっぱりね、マーケットに出してみないといけないんですよね。それで反応を見て、あ、このキーワードはダメだったなっていうことで別のキーワードを放り込むと。だからね、リサーチと検証、それからブログの作成にむちゃくちゃ時間かかったんですよ。この3つがなくなるだけで不労所得に近くなるんじゃないかなと思ったんですけども、今回なくなりました。はい、当たりやすいキーワードの選定は自分でするんですけども、このキーワードがいいかな、あのキーワードがいいかなっていうね、それこそ Yahoo のトップページを見ながら持ってくればいいんですけども、それが当たるかどうか文章を書く前に分かるんですよ。そのツールも今回入ってます。ですんで、キーワードこれ当たりますか、検索ボリュームありますか、ライバルはいりますかって、そんな感じでそのキーワードがいけるかどうか調べた後で文章を自動作成ポンなんですよ。そうすると自動で文章を作ってくれるんですよね。で、それをあとはどんどんリリースするだけなんで、まあね、1日100個とか200個のブログ量産っていうのは可能になりますね。これ誰でもです。以前は私みたいな根性がある人間しかねできなかったブログの量産なんですけど、今はもう私じゃなくても誰でもできます。だって私よりも優秀な早い AI っていうのがもう世界中の情報をクローラーしてくれて、で、その中でベストな形の文章を組み上げて出してくれるんですよ。私もリサーチするときはいろんな人の動画を見たんですよ。いろんな人の文章を見て、ブログを見て、あ、このブログがいいなってことでパクってくる。こっちのキーワードを持ってくる。それでこりくり回して、やっと一つの記事を書いてリリースして、検証して、これは当たるな、当たらねえなって感じだったんですよ。だから本当にね、ブログに拘束された日々だったんですけども、今はそんなこといりません。AI がそのロークを全部持ってってくれますんで、私たちがやることは、せいぜいね、キーワードを2個3個選出するだけです。例えば、介護、貧困、介護、サービス、介護、賃金安い。こんな感じで OK です。あとは全部 AI がやります。エンターキーぐらい押さないといけないですけどね。まあそんなところなんで、ブログで稼ぐ新時代が来たなと思ってます。今、多くの人がブログで稼ぐことに見向きもしなくなりましたけども、結局ね、戻ってきました。AI がブログを書く。その AI を操作するのが自分だったら、AI が働いて、受けた収入は自分のところに入ってくるっていうね、形ができるんですよね。はい。誰かね、人間にブログを書かして、そして搾取していたら心が痛みますけども、まあ、機械がね、自分の持っているパソコンが自分の命令で働くわけですから、別にね、電気代さえ上げとけば、文句は出ないかと思います。というところでね、ブログの新時代が来ました。7月1日からこのシリーズ始まりますので、よろしくお願いします。いや、そしてね、この不労所得シリーズ、実は続きがあるんですよ。AI アートっていうやつとね、あと AI 動画です。この3本立てで今年は押していこうと思いますので、今後もね、ご愛顧のほどよろしくお願いします。楽しみに待っていてくださいね。お疲れ様です。